はい、どうも、ブルです。今日は、今先ほどありました、我らが、コンサドーレ札幌の第25節の相手、ガンバ大阪との一戦の解説を行いたいと思います。普段このチャンネルでは、コンサドーレ札幌中心にサッカーの動画をお借しますので、ご興味あればチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではお話ししていきたいと思うんですけども、まあ、結果から言うと、まあ、惜しくも、1対2の敗戦というふうになりました。ただ、どうでしょうか。えー、僕、個人としてはですね、まあ、賛否両論ありそうですけども、 素晴らしいゲームだったんじゃないかなと、えー、個人的には思いました。ホイッスルが鳴る、その最後の瞬間まで、こう、選手たちが躍動し続けた、この90分ちょっとの、えー、この試合はですね、僕はすごく感動しましたし、次節以降にすごく繋がる試合だったと思いましたので、今日はそのあたり、細かく解説していきたいと思います。まず、試合前の注目ポイントというとですね、えー、この試合には、えー、もちろんいなかったんですけども、えー、なんと、 我らがコンサドーレ札幌にですね、ウーゴ・ビエイラ選手が、えー、やってくることになりました。電撃加入。この加入がですね、僕は結構注目ポイントでして、な、え、ん、ー、でかっていうと、僕もフォワード、えー、だったので気持ちわかるんですけど、やっぱり仲間とはいえど、フォワードのこの一ポジションはみんな争ってるわけなんですよね。そうやって切磋琢磨しながら、やっぱりチームって強くなっていくもんだと思うので、必ずですね、今のコンサドーレのフォワードの選手たちも、 みんな、このウーゴ、ウゴ選手が入ってくることに対して絶対意識はするはず。えー、なのでですね、新しい選手が入ってくるってことは誰かがもしかしたらレギュラーから出る、出るかもしれない。えー、そういった危機感もあると思うので、えー、ここでやってやるぞって選手、絶対僕は出てくるなと思っていまして、この試合はそのあたり、誰がやってくれるのかと。俺がこれからリーダーシップ取って点取っていくんだぞっていうところをですね、誰が見せていくのかっていうのはすごく注目して見ていました。 前半立ち上がりはですね、えアンデルソン・ロペス選手、えファーストプレーで、えまたシュートまで行きましたね。やる気みなぎってるのがすごく伝わったんですけど、まあ試合展開としてはコンサドーレの方が前から、えプレスをかけて、まあ、ガンバーは繋ぎたいんですけど、繋ぎきれないんで、ロングボール中心になるような形でした。逆にコンサドーレの攻撃は、えー、つな繋ぎたいところもあったんですけど、福森選手からの逆サイドロングチェンジ。あれがもう本当にピンポイントに、対角線のボールが今回、面白いぐらい入ったので、 すごく効果的な攻撃ができたと思います。ピッチを広く使って、本当に可能性のある攻撃をし続けたんじゃないかなと、思いました。そして立ち上がりですけど、8分、えー、早速ゴールが生まれます。福森選手がいいところでボールを受けて、右サイドに展開。ルーカー選手が縦パス入れて、小前選手が素晴らしいクロス。あれ、ドーグラスオリーブレア選手の中の入り方、もう一回見ていただきたいんですけど、素晴らしいタイミングで入ってきてました。えー、換気をつけて、スペースに。 うまくいいタイミングで飛び込んだからこそあそこでフリーでボール受けられたということですし、まあ結果的にアンデルソン・ロペス選手とこうクロスの動きで相手をこう釣ってたので、えー、あれだけフリーでシュートが打てたと、えいうことで本当に乗ってきたなと。2試合連続ゴールなんで次節も期待しちゃうんですけども、まあ本当に貴重な先制点を挙げたと思います。ただその後15分ですね。えー、まあこれはですね、コンサドーレの守備が緩かったっていう方もいるかもしれないんですけど、ま僕はやっぱりガンバのまあ強さ、 が出たシーンだなと思うんですけど、まあ、宇佐美選手が左サイドキープして、えぇ、ー、くさびのボールを渡辺一馬選手、井手口選手が絡んでゴールということで、ま、あ本当にシンプルな形の攻めですけども、本当に素晴らしいゴールをやられたなという印象でした。まあ、あれが、えー、今 J リーグ2位のチームの攻撃力かと、簡単に点取られるなっていう印象はありましたけど、やっぱ強さを、えー、垣間見た瞬間だったのかと思います。ただ本当この試合面白くて、まあ、た、ぎ際も激しいし、コースの切り替えもすごいし、 まあ緊張感っていうんですか。まあ、ちょっとお互いミスしたらそこから一気にやられるぞっていう、もう本当にミスできないぞっていうこの緊張感。サッカーってやっぱほんと面白いなって改めて思わせてくれるような試合で、前半のインリータイムまで、もうほんとあっという間に時間過ぎたなっていう印象なんですけども、まあ、その後もコンサドーレの構成が続いて33分、えー、福森選手のスーパークロスからですね、小前選手あともうちょっと角度変えれればっていうヘリング、えー、決定機もありました。前半終盤はですね、ガンバペースになって、 えー、ロスタイマー、あわやというシーンもあったんですけど、まあ、菅野選手、本当ビッグセーブ。もうこの前半終了間際だけじゃなくて、後半の立ち上がりもそうですし、その後後半に訪れた小野選手との1対1のシーンも、えー、本当に菅野選手だからこそ止められたシーン。中野小次郎選手がすごく対等してきてますけど、やっぱ菅野選手の壁があるからこそ、この相乗効果で、またゴールキーパーの枠もですね、もっと熾烈を極めてレベルが高くなっていくっていう、 えー、本当に素晴らしい相乗効果見せてるんじゃないかなというふうに思います。後半立ち上がりこそガンバペース続いたんですけど、徐々にコンサドーレペースにはなってきたタイミングで本当に一進一退の攻防が続いたんですけど、まあ、61分のシーンでした。ここすごくもったいなかったですね。うーん、すごくもったいなかったっていうのはやっぱり、あのフ,フリーキックとかですね、コーナーキックのタイミングでなるべく選手って変えたくなかったと思うんですよ。あのタイミングの現場がどうなったかっていうのは、まあ、僕はそこにいないんでわかんないんですけど、 やっぱりあの、マークってやっぱずれがちなんですよね。しかも、変わった選手がパトリックで、えー、フィジカルの強い選手が入ったわけで、誰がマークつくんだっていうところもあったと思いますし、まあ、あのクロスも、えー、ゴールも素晴らしかったんですけど、まあ、なんとかできたんじゃないかなと思ってしまうところがちょっと、えー、悔しいところではあります。ただ、その後もですね、えー、いつ追いついてもおかしくないような、え展開が続きます。63分は金子選手のクロスに、白井選手がヘディングで、 まあもう、わやゴールっていうシーンも作り出しましたし、まあ72分は白井選手、カウンターからですね、白井選手が抜け出して、最後、アンドレス・ロペス選手へのラストパスがちょっと流れてしまったシーンがあったり、1番は88分ですね。まあ福森選手のコーナーキックからこぼれ玉で、もう本当にもう、まあ、入ってるようにも見えたんですけど、まあ、ボール半分入ってなかったかなっていう感じで、 もう、あわやっていうところも、本当にあとちょっとのところまで行ったんですけど、えー、うまく守られてしまって最後、2対1の敗戦という形になってしまいました。まあ、負けた試合で、ほんと良かったっていうのは、逆にちょっと選手たちに失礼かもしれないんですけど、ただ、本当にすごく光が見えた試合でしたし、対角線のボールがあれほど、えー、ロングボールで決まる、ピタッと決まるっていうのは、これ本当にコンサドー,ールの武器だと思いますし、 今回、本当にガンバはあの攻撃すごく嫌だったと思います。毎試合毎試合こうやって魂のこもったゲーム、一つ一つのプレイにですね、細部に魂のこもったプレイをですね、見せてくれると、本当サポーターとしては、負けてても、 まあ、勝ってほしいですけど、本当に、こう、胸が熱くなるというか、素晴らしい試合だったなと、えー、改めて思いました。まあ、今日は、えー、点のシーンはちょっと残念でしたけど、すごくコンサドーレの強さっていうのは見えたと思いますし、あとは、チャナが久しぶりに復帰ということで、これもすごく嬉しいニュースで、えー、ウーゴ・ビエラ選手も入ってきますし、まあ、チャナも復帰してきて、もう前線誰がスタメンになるんだっていう、コンサドーレサポーターとしてですね、新しい楽しみもまた増えましたし、今季も大事ですけど、まあ、来季以降見せて、 またコンサドーレが一段と羽ばたくんじゃないかなと予感させるような今日は1試合だったと思います次戦は川崎フロンターレ戦になります途中まで今日は川崎フロンターレと,と FC 東京の試合見てましたけどもやっぱり強かったなのでコンサドーレも苦戦することは間違いないと思いますけどももう素晴らしいゲーム今日のような素晴らしいゲーム見せてくれたらと、えー、思います普段このチャンネルではコンサドーレ札幌中心サッカー動画開催してますご興味あればチャンネル登録よろしくお願いしますそれではバイバイ